もシャカです。今回は ASUS のゲーミングモニタースタッフゲーミング VG27AQL1A を新しく購入したので、実際ゲームをしながらスペック等を紹介していきます。今回のモニターはフル HD より綺麗な映像が見たい、さらにリフレッシュレートや応答速度のクオリティも落としたくない、でもお安く買いたいという人におすすめです。音符映像を見る前に先に基本スペックを軽く紹介します。2020年12月18日発売、 ASUS スタッフゲーミング VG27AQL1A。 基本スペックはモニターは27インチ、 IPS パネル採用、ワイドクワッド HD、 HDR10 とディスプレイ HDR400 に対応。応答速度は NPRT で1ms、 リフレッシュレートは通常 144Hz で、オーバークロック時は最高 170Hz。 入力は HDMI2.0 が2つ、ディスプレイポートが1つと USB3.0 が2つ。出力はオーディオステレオミニジャック 3.5mm で、スピーカーは 2W を左右に搭載。さらに細かい機能はオープニング映像を見終わった後でしていきます。では早速ゲームの方をプレイしていきます。プレイするゲームは5年ぶりの新作となるテイルズシリーズ最新作、テイルズ・オブ・アライズです。映像の比較をするため、今まで使用していた ASUS のフル HD60Hz モニターも一緒に映すので見比べてみてください。それではオープニングをどうぞ。かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、
レナの支配するところと。そして今、五稜の一つ、オルブス・カラグリアを治める火のマスターコアを持つ無常なスピエツ、岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を課され続ける日、己の死に、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるもの、誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れ、いかがでしたか。今回のモニターはフル HD より綺麗な映像が見たい、さらにリフレッシュレートや応答速度のクオリティも落としたくない、でも安く買えたらいい人向けのモニターでした。あと今回のテイルズはグラフィックの前作から大幅にパワーアップし、安定した面白さ、美しい映像、優れた戦闘システム、この3つが大きく評価され、メタスコアの平均87ととても評価の高いゲームとなっています。今年おすすめの対策ゲームの1本になるのは間違いないでしょう。では今回は購入したモニター ASUS タフゲーミング VG27AQL1A の紹介でした。この動画が少しでも楽しんでいただけたら評価の高評、その他にも茶番も混ぜたガジェット系のレビューや検証系の動画も出しているので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。